どうも、土佐兄弟です。こんにちは。こんにちは。電車の中から電車の中ということで、はい、またまた来ました、福島に2回目。今回は第2弾です。前回かなりのこの映え写真撮ったね、撮れましたから、今日も楽しみよ。今日ビッグゲスト来てくれてます。ビッグゲスト来ていただいてるんだったら、ちょっとね、はい、待たせすぎてるかもしれない。もうちょい喋ります。喋らないでいいです、大丈夫です。ということで、お待たせ、はい、しすぎましたね。お待たせすぎました。新妻復興副大臣にも来ていただきました、はい、どうぞよろしくお願いします。いいですね、ありがとうございます。こちらの方ありがとうございます。わざわざこの副大臣に、副大臣が今もうすでに、はい、東京都から宮城県をつなぐ常磐線に、はい、我々乗ってるんですけど、常磐線ですね。副大臣はかなりの鉄道好きで、乗るのが本当好きで、一日乗っても全然飽きない。 何をするんですか。景色見てる。景色見てるだけなの。そう、景色見てる。すごいな。そうなんですよ。常磐線はですね、原発が双葉町と大熊町の間にあって、常磐線も立ち入り禁止区域になっちゃって、線路復旧するためには結局このほら枕木あるでしょ、枕木コンクリート、これをね、きれいに取り替えなくちゃいけないでしょ。線量があるから。大変だな。今はもう安全だし。今は全然大丈夫。もう全然大丈夫。大丈夫、完全復旧。そうですね、今全然大丈夫。ほら、見えた見えた。あ、見えた。写真写真、ね、いいんじゃない。いい感じ。めっちゃ映え写真撮れたよ。おー、海だ。めっちゃ一つ目の映えスポット、副大臣にも一緒に見てもらいたいと思います。どんなスポットか。一つ目はね、これです。壁画なんですよ。これはちょっと楽しいんじゃないの、写真撮るの。さあ、双葉駅に到着しました。よっしゃ。ここら辺も、はい、もう復興がどんどん進んでってっていう。そうなんですよね。地震と津波でですね、はい、本当多くの方が亡くなって、本当大変な状況でした。まあ、その中でもですね、まあ、ここもそうなんですけども、はい、特定復興再生拠点っていう意味です、ね、はい、ちょっと難しい言葉ですけども指定して、この除染とかをですねして、で人が住めるような状態にしているわけなんですよ。はい、あとは東日本大震災原子力災害伝承館っていう施設があって、いろんな画像とか映像とかいろんな資料が展示してあって、復興はここまで進んできたんだなってこともね、実感できると思うので、ぜひともね足を運んでいただきたいなと思います。不思議な光景が広がってて見えます ね、 あれが映えスポットですよね。あれでしょう。なんかかっこいい写真いっぱい撮れそうじゃない。ちょっとここで副大臣と一緒に撮りましょうよ。映え写真撮りますか。撮りますか。あ、これいいじゃん。いいじゃん。あ、いい、いいじゃん。これいいよね。もらっていいですかこれ。せーの、 OK。 どうでしょう。うまいっす。うまい。これはいいのいただきましたね。いいの撮れた。映え写真撮れた。やっぱこういうのがあると何にも別に知識なくても、こういう場所にこう足を運ぶきっかけになりますよね。うん、そうですね。うん、復興の現場にやっぱ来てもらうことがね、復興の応援にも なりますし、やっぱり来てもらいたいですよね。いや、ぜひ。じゃあ次のスポットに。いや、すいません、やっぱ副大臣はお忙しいので、ちょっとここで。そういうことですよね。お別れ。これはお忙しい、すいません。バトンは託しましたので。ありがとうございます。よろしくお願いします。副大臣、はい、あとは任せてください、ね。はい、お願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、ここは、うん、アスビトパーク。アスビトパークだ。アスビトパークよ。わ、でも面白いね。面白いよ。やば、空を相まってもう激映え。すげえぞこれ。おー、ほんとだ。なんか充電器とかで切ない感じいけんじゃん。うわ、マジか。最悪、充電切れたわ。お、充電できんじゃん。よし、刺すか。あれ、え、マジかよ。いいね。こちらでございます。こちらスイートラップ。スイートラップさん。はい、香港。かっこいいね。おー、こんにちは。はじめまして。この写真なんですけど、はい、二人付きなんですよ、このアイスキャンディは。なるほど。なんですけど、普段見ない柄がお客さんのアイスから出まして、はい、北海道の社長に問い合わせたら、もうそれは本当にレアで、いつ出るかわからない棒ですって言われます。はい、これは出しましょうよ。これ出したいよ。タレントの力見せましょうよ。出します。これちょうど暑いから今日アイスなんて最高なんじゃない。海眺めながらアイス食えるってめちゃくちゃいいよ。いいよ。
映えるわこれ、海と空に映えてるわ。あー外れました。そんな普通に外すなよ。外れちゃいました。プライベートの外し方してたよお前。さあ勇気に期待しよう。当たりだったのかどうでしょうか。外れました。外れました。そうは甘くないよ。アイスは甘い。最後はどんな映え写真が撮れるかね。こちらでございます。はい、タコハチさんです。着いたよタコハチさん。お邪魔します。お邪魔します。映えの写真は、うん、ホッキ貝の、はい、これでしょう、ね、まさに松川浦御前。はい、じゃあこれ、じゃあこれいただきますよ、はい、いやーちょっとマジっすか。うわい、やば、あ、うまそうだな。大学生がはしゃいでるみたいな顔になってる。いいね。身がしっかりしてて、まあ確かにコリコリって食感あるけど、めっちゃ柔らかい。ホッキ貝ってこんな柔らかいんだね。うん、映えをテーマにした旅だったけど、うん、だから映える写真だったら見返して楽しんで。そうなんだよ、ね、それはインスタに載せたくなる。そういうことなんだよね。福島×映え最高だったね。最高、いやー最高だったね。福島いろいろ歩かせてもらって、汗もかいて、美味しいご飯食べさせてもらって、外出たら恵みの雨ですよ。最高だね。やっぱね、僕は結構どの、うんうん、映えスポットも良かったけどね、はい、やっぱりどこも良かった。1位っていうのはなかなか決めらんないけど、福島の復興の力というか、ぜひみんなも写真を撮りまくって福島に遊びに来てみてください、はい、みんなで来よう福島。